本日の動画は、はい、どうも皆さん、こんにちは、ブルチャスです。今回もひなこいやっていきましょう。さあ、もうすでにイベントは始まっているんですけども、新しくクリスマスイベントというものが来ました。これがね、結構なんか、めんどくさい仕様になっているっぽくて、ちょっとね、めんどくさい仕様なんですけども、はい、やっていきたいと思います。はい、まずこちらのイベントですね、前半と後半に分かれていまして、まあ前半は前半で、チケットがあって、チケットを貯めてっていう風な感じで、で、またそのチケットを使ってイベント挑戦をする。で、後半はまた後半で別のチケットが用意されているので、そのチケットをまた一から集めて、で、またそれでイベント挑戦をするっていう風な感じですね。というなんか、前後半のステージになっております。なんか、よくわかんないですけどね。まあ、多分、運営さん側としては、いろんなデータを集めたいんだと思います。最初のうちなんで。まあ、大体どのぐらいがどうなって、ああなって、ああなってみたいな感じで、やっていくのかなっていうふうな感じですね。まあ、まあ別にいいんじゃないですか。まあ、最初のうちなんで。はい、そして今回のイベントもなんですけど、イベント挑戦の方ですね。僕まだベリーハードやってないんですけど、ただ周回するところは以前、リュウトさんにお話を伺った通りノーマルでいいかなと思います。僕も軽く、ノーマル、ハード1、ハード2までかな、ぐらいの、消費数1個あたりのポイントのもうちょっと調べてみたんですけど、やっぱノーマルが一番いいのかなっていう風な感じますね。経験値効率もノーマルの方がいい気がしたので、まあノーマルで、いいとは思います。はい。で、あとそれとなんですけど、イベントガチャが結構引きやすくなったかなって思いますね。かなりの数集まるようになったので、まあ僕もマジでちょっとしかやってないんですけども、ボックス3まで行っているので、前回のイベントだったらもうこの段階でボックス3まで行くのがありえないぐらいだったんですよ。なんで、この恋サンタの加藤志保さんは才能開花結構しやすくなるのかなっていうイメージがあります。まあ、ここら辺は結構調整が入ってっていう風な感じでいいのかなと思います。まあ最初はね、僕らユーザー側も運営さん側も、どのようなバランスかっていうのが分かんなかったんで、まあ仕方がなかったのかなと思います。失敗は成功の母って言いますからね。そういう風な感じで僕は捉えています。はい、ということで、ちょこちょこと、クリスマスイベントについてのことをお話ししてきたんですけども、こちらのお知らせの方から見ていきましょう。ひなこいクリスマス2020を開催したことをお知らせいたしますと、イベント部活、イベント挑戦をクリアして限定ストーリーの開放や豪華報酬のゲットを目指しましょうと、全員のメンバー別ストーリーに加え、それぞれのストーリーの一部を映像化したドラマが登場しますと。いうような感じですね。はい、今回はイベント部活、イベント調整、イベントガチャが前半後半2種類に分かれます。で、このイベントガチャっていうのはその特効効果を持つやつとかではなくて、そのポイントをゲットして、その分引くっていうやつですね。で、まあここが結構ポイントになっているんですが、後半期間に入ってもイベント部活の前半系は、プレイできるので、まあなんか前半もし取りそびれたっていう風な感じでも挑戦はできるんで、まあそこは安心できるポイントかなと思います。逆に後半が結構もう切羽詰まってるような感じになっちゃうのもちょっと怖いなっていう気はあるんですけど、まあそこがどうなるのかなっていう風な感じですね。はい、イベント開催期間はもう始まっておりますが、25日金曜日、まあ、ちょうどクリスマスまでですね。で、後半の開始が12月17日を予定しておりますという感じですね。で、これは前半後半続けてランキングなどは統一されるようなので、ランキング報酬は25日の17時以降にログインすると自動でプレゼントボックスに配布されますというふうな感じになっております。まあ、なので感覚的には本当12月10日から17日までの間は前半をやっておいて、で17日の後半から25日は、後半をやるっていうふうなシステムが、まあユーザーとしては一番分かりやすいのかなって思うんですけど、まあ、もしその間にできなくても前半後半、17日から両方ともできるので、まあ間違って挑戦とかしないようにすれば全然問題ないかなと思います。まあ前半が実質14日間のイベントで、後半が7日間のイベントっていうのがちょっとなんかちょっとよくわかんないですけど、まあデータを取りたいんでしょうっていうね、先ほど僕が言ったようなことにつながってくるのかなと思います。はい、イベントストーリーについてですね、イベント開始日より解放可能なメンバーがこちらで、後半期間より過去のメンバーがこちらですね。で、報酬交換期間ですね。イベントチャレンジなどの報酬を受け取れる期間が、まあ、約2日間となっております。
はい、そして報酬、まあ報酬というか配布ですよね、実質的な。前半期は小江さん担の加藤志保さんで、またこれも前回と同じように専用ピースがありますので、そちらをまた自分でゲットしていただいて、やるというふうな感じですね。で後半期は富田鈴香さんとなっております。前半部分が、まあ、ベリーハードとか結構その有利属性っていうのがダンス属性ですね、緑色のやつです。で後半期間っていうのが、歌なので、ボーカルピンク色のやつですねになっております。はい、ここに書いてありますけども、小江さんと加藤志保、小江さんと富田鈴香の専用ピースは今後再登場する可能性がありますということなので、まあこれ多分前回のイベントのお知らせにも書いてあったのかな、佐々木美玲さんのやつ今後出ますよみたいな。まあポテンシャルをね結構簡単に解放できるっていう点はかなりいいメリットですし、まあ星さんなので、まあ悪くはないようなポテンシャルになってるのかなって思いますね。またこの、お二人のひなしゃの、詳細というのはまた別の動画で上げたいと思っております。で、メガキャンディーボトルもありますよっていう風な感じですね。俺前も言ったけどメガキャンディーボトルって俺どっかで手に入れてんだよな。どこだったっけな、なんかで手に入れてる気はするんですけど、それが何なのかが全く思い出せないんですよね。何だったっけな。はい、そういうわけでございます。普通のこのひな座席で弾けるガチャの方なんですけども、まあピックアップでダンス属性のメンバーの皆さんが、続々と出ているような感じですね。これは、キュンとした秋シリーズまでですかね。ですね、キュンとした秋の金村美玖さんがいますので、個人的に、高本さんは持っているんですけど、まあ自傷系というか、なんていうんだろう、ダメージ与えたら、自分にはダメージが返ってくるみたいな感じではあるんですけど、かなり火力は出る方かなとは思っています。でキュンときた秋の金村美玖さんも始まりの夏の星4の金村さんと一緒なので、ほぼほぼスキルが逆境アピール、体力が減ってれば減ってると火力が上がるので、まあそこに関して言えばかなりの火力減にはなるのかなとは思いますね。まあ一番強いかどうかっていうのは本当単体ではなくて、こういう手のゲームで単体で強いかどうかじゃなくて、周りのメンバーによって強いかどうかって決まっちゃうので、まあここでどっちの方が強いっていうのは僕の口からは言えないんですけど、まあ2人も強いとは思いますね。はい、そんな感じでございます。もうすでに始まっているイベントですけど、皆さん頑張ってやってくださいということで、以上で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録の高評価の方よろしくお願いします。じゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。